田中淳也は東京都板橋区出身のプロサッカー選手。J3 リーグ FC 岐阜所属。元日本代表。ポジションはフォワード、ミッドフィールダー。小学校1年生の時から本格的にサッカーを始めた。小学生時代は高島大イ SC と掛け持ちで、三菱潮は SC のスクールに通い、卒業後は三菱潮は菅も SC。 ジュニアユースへ昇格。力強いドリブルで前線に切り込み、左足の豪快なシュートを狙うプレースタイルから、三菱オ和のアドリアーノの異名を取った。高校3年時の2005年には、チームのエースストライカーとして、背番号10を背負い、第29回日本クラブユースサッカー選手権に出場したが、香川真嗣吉田麻也、安田理大。 マキノ友といった後の日本代表メンバーが、勢揃いした大会で目立った成績は残せず、グループリーグで敗退。J リーグやサッカー名門大学からのオファーはなく、一般推薦で、順天堂大学に入学した。大学時代も、無名の存在だったが、2学年先輩の村上雄介を、視察するため頻繁に練習場を訪れていた、柏レイソルのスカウトの目に留まり、 2009年7月、大学4年の夏休みを利用する形で、特別指定選手として、チームに登録された。登録期間は1ヶ月の予定だったが、同時期に監督に就任した、メルシーニョの強い要望によりシーズン終了時まで延長され、リーグ戦9試合に出場した。2010年から柏に正式加入。同年は主に、スーパーサブとして起用されたが、 チームが J1 に昇格した2011年は開幕からスターティングメンバーに定着しリーグ戦30試合に出場して13得点を上げ J リーグ史上初となる昇格初年度での J1 優勝に大きく貢献した FIFA クラブワールドカップ2011でも全4試合に出場しオークランドシティ FC 戦では得意の左足から ゴールを決め、試合を観戦していた、フィファのゼップブラッター会長から賞賛を受けた。翌年のリーグ戦では5得点に止まったが、2013年はリーグ戦11得点を挙げたほか、日韓スポーツ等が算出したアシスト数も2桁を記録。攻撃時に4から2から3から1、守備時に4から1から4から1へ変化する変則的なフォーメーションが採用された試合では、 攻撃時には前線まで飛び出し、守備時にはボランチのポジションまで下がる戦術のキープレイヤーを担った。2014年シーズンも好調を維持し、ブラジル W 杯開催によるリーグ中断期間を前にチームトップの5得点を記録した。2014年6月、ポルトガルプリメーラリーガのスポルティング CP に移籍。契約期間は5年間で、 遺跡金は20万ユーロ。また、医薬金が6000万ユーロという破格の金額に設定されたことで、欧州のメディアから注目を集め、イタリア市ガゼッタ・デロ・スポルトでは、スポルティング・リスボンよ、田中とは何者だという見出しで、大々的に報じられた。同年8月23日、第2節 FC アローカ戦でプリメーラリーガデビューを飾ると、 11月21日の達サでポルトガル4回戦 SCSP ニョ戦で遺跡後初得点を記録。翌年1月11日の第16節 SC ブラガ戦では0から0で迎えた後半アディショナルタイムに直接フリーキックからリーグ戦初ゴールを挙げ勝利に貢献した。その後も途中交代で起用されることが多かったが限られた。 出場時間の中で得点を重ね、シーズン通算7ゴールを記録した。監督がマルコ・シウバからジョルジェ・ジェズスに変わった2015から16シーズンは、新監督の構想外となり、出場機会が減少した。国内外から、複数の遺跡オファーが届いたが、条件面で折り合わず、チームに残留した。2016年2月2日。 翌年7月までの期限付き遺跡で、古巣の柏レーソルに復帰することが発表された。しかし監督が、ミルトン・メンデスから下平高博に早々に変わると、ユース出身選手を徴用する下平の方針もあり、わずか21試合の出場で4得点と、自己最低の成績に終わった。2016年12月29日、柏時代より支持した。 ネルシーニを率いるビッセル神戸に完全移籍で加入することをスポルティングが発表を。2017年4月26日、ルバンカップ第3節のサンフレッチェ広島戦で移籍後初得点を決めた。2018年は J1 第2節の清水エスパルス戦で今季初ゴールを挙げるも、その後はなかなかゴール数を伸ばせなかった。 シーズン途中に監督が吉田孝之からフアンマヌエルリージョに交代した後はわずか4分の出場に止まった。2019年シーズンは FW に古橋トール・ア青ギリとルーカスポドルスキ、さらに新たに加入したダビド・ビジャの存在もあり、なかなか開幕から試合に出場できなかったが、第5節のガンバ大阪戦では途中出場で2得点の活躍をして、 出場時間16分ながら、チームの逆転勝利に貢献した。シーズン中盤頃からは、ポドルスキやビジャの怪我の影響で、出場機会が増え、神戸遺跡後最多のリーグ戦6得点を挙げた。天皇杯では、全試合に出場し、クラブ初タイトル獲得に貢献した。2021年12月27日、契約満了により退団することが発表された。 2021年12月31日、FC 岐阜へ完全移籍することが発表された。2011年9月、2014FIFA フフワールドカップ、アジア3次予選の日本代表メンバーに初選出され、翌年2月24日のキリンチャレンジカップ2012、アイスランド戦で、国際 A マッチ初出場を果たした。その後はしばらく代表から遠ざかっていたが、 ハビエル・アギーレ監督のウィジンとなった、キリンチャレンジカップ2014で、約2年半ぶりに招集を受け、4から3から3システムの中盤、左インサイドハーフのポジションで、ウルグアイ戦、ベネズエラ戦と、同年10月の新全試合ブラジル戦に出場した。強靭なフィジカルと、繊細なボールコントロール技術を合わせ持った、万能型のストライカー。 コースが空いた瞬間に左足を振り抜き、パワフルなシュートを狙っていく豪快なプレースタイルは、しばしば、久保達彦と比較されているが、豊富な運動量と戦術を忠実に実行できる、インテリジェンスを評価され、中盤のポジションで起用されることも多い。左足のパワーと精度を生かしたプレースキックも、得意としている。ありがとうございます。